はい、初瀬選手、練習お疲れ様でした。お疲れ様です。いや、なんかすっかりと季節は秋になりましたね。そうですね。スポーツの秋、そして芸術の秋でもあります。はい、今日はですね、はい、ちょっと初瀬選手に、はい、芸術的なキックに挑戦していただきたいなと。はい、いけます。あ、いけますか。はい、初瀬選手、まあ、チームでセットプレーのキッカー任されていますので、はい、フリーキックは得意なのは分かってますけど、はい、コーナーキックから直接ゴールを狙えるか。はい、今日はこのキック、はい、挑戦していただきたいと思います。はい、できます。できますか。できます。それでは早速芸術的なキックチャレンジお願いします。はい、よろしくお願いします。初瀬亮が挑戦、スポーツの秋、芸術の秋、芸術的なキックでコーナーキックから直接ゴールを狙え。コーナーキックから直接ゴールを決めることができるのか。ノーバウンドでゴールを決めればチャレンジ成功です。ナイスゴールでした、はい、ありがとうございます。チャレンジ成功です。ありがとうございます。いや、こんなに簡単に決めるとは。いや、自分でも思ってなかったですねえ。はい、いや、それにしてもコーナーキックから直接ゴールって結構できるもんなんですね。いや、でもまあ試合中ではあんまり蹴らないので、タイミングがあれば自分も狙いたいなっていうふうに思いますし、今の直接コーナーキックからのゴール、はい、ちょっと蹴り方、何かポイント教えていただけないでしょうか、はい、自分まずボールの置き方から決めてて、はい、まあ、その試合中はできないですけど、セットプレーというのは自分の時間があるので、多少自分が蹴りやすいように持っていくというのが大事としてて、どこを蹴るかというのをまずボールの位置で決めるというのを意識してて、いつもこのアディダスの向きが中心に来るように置くんですよね。僕コーナーキック蹴るときはこれぐらいで置いてるんですよ自分で。こうカーブをかけるというイメージなんで、ここを蹴るんじゃなくてイメージ的にはほんまにここを蹴ってるというイメージですか。もうほんまにこの辺を蹴ってるイメージですかね、イメージ的には、はい、インフロントでこう必然と曲がるんで、そこからこう擦り上げるように蹴ると多分この軌道でこう曲がっていくんで、この曲直接は狙えるのかなっていうふうに思いますね。まあ、直接狙うときはより一層こう振り上げるというか、擦り上げるっていうのを意識して、ちょっとこうひねりを入れると曲がる。今さっきこう蹴ってたのは大きいカーブというか、ゆっくりしたボール。でもチームと試合で蹴ってるのはちょっと気持ち速いボール、真ん中に目がけて蹴るんで、本当にイメージ的に言ったらあのペナルティーエリアぐらいに足を振ってるイメージですか、コーナーキック蹴るときは。そのセットプレーで蹴ってるのはそこに目がけてこするイメージですかね。多分今めっちゃ試合でめっちゃいいボールやと思うんです。明らかに軌道が変わりましたね。はい、
その使い分けるのは多分大事だと思うし、どれぐらいかけれるかっていうのは自分しか分からないので、それを判断するには練習としては右利きの子は右サイドから蹴る、左利きの子は左サイドから蹴ったらカーブの自分のコツっていうのを覚えれると思うので、それを自分のインスイングの方に変えていく。この方向に足を振り上げる、タッチラインの方向に足を振ったらじゃあここに曲がるよねっていうのは大体イメージがつくと思うので、チームが求めてるここに蹴ってほしいってところを自分の足振り上げる位置を決めるっていう大事かなっていうふうに思います。どうでしたか。いろんな練習方法も伝えれたと思うので、自分のチームで練習してほしいなっていうふうに思いますし、セットプレーっていうのは本当にチームの中で一人しか蹴れないと思うので、皆さんも練習してセットプレーのキッカーを勝ち取って、アシストゴールにつなげるようなキックを手に入れてください。そしてヴィッセル神戸の、チャンネル登録よろしくお願いします。